おばちゃんが詳しいって。まだ若くなりたいって。30年前はこうだったんだけどね。こっちのおばちゃん逃げてるよ。はい。やっぱり若い人がこっち気持ちが違いますよね。JR に勤めた。JR に勤めた。中野。
客室乗務員。いや、あなたがいい。いや、ちょっと待って。いいよ。お元気で。まあそこそこですが。でもこう肩もだからね。ねえ。もともとはね。
座らせてもらっていいかな。よいしょ。早いビシですね。早いビシですけど、なんかまんま言ってないけど、もう勝ったところで。